どうも、チョケマルでーす。今回やっていく企画は、人気 YouTuber が底辺 YouTuber をガチ指導してみたはい、ということで、コムドットの真似して、ラファエル野球拳やってる底辺 YouTuber っていうね、動画をね、見ていきたいと思います。はい、どうも、シナコードチャンネルの、タクト、ハリキン、ユヒ、コラボでーす。はい、どうも、こんにちは。学校で、文を読んで出席番号で回ってくるとき、番号と自分がどこ読むか何回も文を読みがち。コムドットのね、動画をこう開く前に国語辞典を開きましょう。どうもこんにちは。女子が周りで話してるとき、自分のこと言われてないかってちょっと気にしがち。確かに。確かに。よし、カズミ、ほら、アデス、プラスワンです。本日の企画、ラファエル野球拳。はい、どうもじゃ、野球部の海の写真、フィルターの色濃すぎてわけわかんない。これセーフなんですかね。これ何を基準にちょっとセーフなのかわかんないんですけど、僕やったことないんですけど、ちょっと一応やってみますか。僕だったら、はい、どうもじゃ、野球部海で常に腹筋に力入れてるから次の日絶対筋肉痛。突き止めたいかなわない。海ドライブ意外と何もすることない。一応僕バージョンちょっとやっときます。じゃあ、海ドライブ、車に酔ってるんじゃなくて自分に酔ってる。突き止めたいかなわない。砂浜でチルしてる大学生、自分に酔いしれて海見てない。S2 はやっぱスポーツサングラス。はい、おめでさん、こんにちは、BG です。服装間違えて S2 です。ということで、間違えてるのは服装だけ。はい、どうもじゃ、デブ声高い。あ、これは面白い。この YouTuber 絶対売れます。はい、どうもじゃ、メルカリで頼んだ服大体絶対臭い。スパ好きな女子大体ディズニー好き。記者を待つ君。ユーマ、ユキ、ヒロシ、ナンピンテでーす。いや、どうもちょ、キャプテンとマネージャー付き合いがち。確かに確かに。どうもこんにちは。野球部大体吹奏楽部と付き合う。それお前や。俺それお前。はい、どうもちょ。野球部体育祭の時の一番カッコつけろ、腕まくり。あれなんですね。僕がこれ勘違いしてたんですけど、面白い要素なくて、こう、あるあるを言うだけでいいんですね。ちょっとじゃあ僕もちょっとやってみますわ。さっきちょっと空回りして、ちょっと勘違いしてました。はい、どうも、こんにちは。韓国風ガリガリ黒髪マッシュ、玉7個ついてる。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうしたの？やだだ！大丈夫だ！ペンちゃんと！ガッちゃんと！こうでーす！どうも、こんにちは。西麻布で働いてるやつ、大体クズ。自分で。こんにちは。居酒屋で、最初みんなビールでいいよねって仕切るやつ、だいたい留年。はい、どうもこんにちは。趣味は映画鑑賞ですっていうやつ、映画見ない。これはこの人がもう先に行き過ぎて周りがついていけてない状況にありますね。はい、とりあえずソロ YouTuber をおすすめします。こんにちは。卓球部チンコでかい。おい、卓球部バカにすんなよ。